はい、皆さんこんにちは。スイコカワ太郎のゴム手です。こちらね、出来上がりました。まだね、出来上がりご紹介してなかったかなと思うんですけれども、アリゼのアルティザンの緑系のね、糸を使ったウツボソックスです。作り目はジュディーズマジックキャストーンで、このロストのところから編み始めまして、ラップ&ターンで、ここまでこう戻ってきましてね、ここから輪編みに戻して、でここは足の甲の方ですね、足の 甲の方はこういう模様編みを入れて編みまして、ここね、まちをつけまして、まち12目にしています。でかかとのところ編んでいます。でこのかかとの後ろのここですね、ここの編み模様もちょっとね、お手本の分と変えてます。で、お手本の編み方とだいぶ変えたんですけれどね、いろいろ変えたポイントあるんですけれども、まあ、一応こういう風にウツボちゃんの形として仕上がりました。はい、なかなか力作でした頑張って編みました。はい、では今日の分また編みながら少しお話ししていこうかなと思います。はい、ではですね、今日はオパールのビューティー、こちら編んでいこうと思います。これはエーデルワイスのエキスとかビタミン E が配合されていて、すごくね、お肌に優しいっていう風に言われています。本当かなと思ったんですよね。でこの間お風呂入った後に、まあ、パジャマに着替えましてね、パジャマの状態で編んでた時なんですね。私のパジャマ短パンなんですよね。でその短パン状態のパジャマを着て編んでる時に、まあ、たまたまね、こちらの分を膝の上に置いたんですね。そしたらすごくね、太もものところ、皮膚が敏感なところかなと思うんですけど、すごいチクチク感じたんですね。で、ああ、やっぱこれは肌に直接触れるところには首周りとか無理だなと思ってたんです。ところがこちらの分ね、こちらの分編みかけのものを膝の上に置いたんですけど、全然ねチクチクしなかったんですよ。だからすごくね、滑らかな感じがして、あ、これ大丈夫やなって思いました。確かにね、肌に優しそうな感じですね。でこう編んでましても、竹の針でもツルツル編めるんですよね。ツルツルっておかしな表現かもしれないんですけどね、あんまりこうこの毛糸表面のこの鱗状の組織みたいなのがね、こうザラザラ感じないというか、すごくね、いい感じのツルツルさ加減です。なのでちょっとね、敏感肌でウールの入ってるものはダメっておっしゃるような方ね、一回これ試してみられたらいいかなと思います。でこれは冬用にね、お腹冷やさないための腹巻きを編んでいます。で編み方としましては、今表目3目裏目1目っていうような編み方をしていってます。作り目は全部で180目にしています。では今日はね、ちょっと不思議な話系をまたしていこうかなと思います。皆さん、ドッペルゲンガーってわかりますでしょうか。自分にそっくりな人が自分の前に現れるっていうあれですね。でそれを見た人は寿命が短くなるとか、そういうちょっと不吉な逸話のある話なんですけれども、結構ね、文豪とかもね、芥川龍之介とかもね、自分のドッペルゲンガーを見たとか、そういう風な話が伝わっていますよね。でですよ、私自身のドッペルゲンガーの話なんですね。でこれは私が私のドッペルゲンガーを見たっていうんじゃなくって、私の友達が私のドッペルゲンガーを見たっていうんですよ。これがね、結構頻繁にありまして、そんな話をしてみようかなと思います。最初の頃ですね、小学校の4、5年生かなっていうぐらいの頃なんですけれども、まあ、その日私はピアノの練習に行かないといけなかったんですね。でピアノ教室に行ってたんですけれど、その時にね、うちの母からピアノ教室の方にね、電話がかかってきていたらしくって、ピアノ教室は大きいお屋敷のね、離れの方にピアノが置いてあって、そこに先生が通ってこられてね、そこで教えていただくっていうような形になってるんですけれども、大家さんの住んでらっしゃるところですね、母屋の方に母から電話があったらしいんですね。で、うちの子行ってますかっていうふうに問い合わせる電話があったらしいんです。大家さんの方はね、今確かめてきますっていうことで、
来られてますかってこう離れを覗きに来られたんですよね。で私はもちろんそこ行って今まさに練習している最中だったんですね。そうすると大家さんがね、今お家の方から来られてますかっていうふうにお母さんから電話ありましたよっておっしゃったんですよね。でなんでだろうって、私行ってきますって言って出かけたのになんでそんなん言うのかなと思って帰ったんですね。そうしたら母がパートから帰ってくる時にね、私を見かけたって言うんですよ。うちの近くのね、四つ辻になってるところがあるんですけれども、その近くのところに自転車を止めて、私がなんか友達とね、走り回ってるのを見かけたって言うんですね。車を止めて声かけたらしいんですけれど、遠くへ逃げていってしまったみたいな感じでね、捕まらなかったというか、まあ母は追っかけてくることできない人なんですけれども、声かけたんだけれども、こっちに来なかったから、ピアノサボってね、あんなところで走り回って遊んでるんだと思ってね、電話かけてきたっていうことらしいんですね。で帰ってから、私そんなところ行ってないよ今日はって、学校から帰ったらすぐにねピアノの準備してお稽古行ったよって言ってたんですけれども、おかしいなって、あんたと同じ自転車ね、あの乗ってて同じような格好した子の後ろ姿見たんやけどなって言うんですよね。稽古忘れて遊んでたらあかんねんでっていう風に怒られた覚えがあります。その次はですね、中学校の頃ですね、定期試験が近かった頃なんですけれども、夜の遅い時間に私が駅前のコンビニで本を立ち読みしてるのを見たっていう子がね続出したんですよね。学校へ行ったら、学校で友達がね、昨日の晩駅前のコンビニおったよねっていうことを言うんですよ。で、私そんなとこ行ってないよって、駅までもね結構な距離があるので、そんな遠出をするような人間じゃないんですよね。私はできるだけこうあまり体を動かしたくない方のたちなので、そこまで行くにしてもね自転車で10分くらいかかったりするんですね。で帰りは帰りですごい坂道をこいで登らないといけないのでしんどいんですよね。そんなところへ私行ってないよって、昨日の晩は家で勉強しとったよっていうようなことを言ったんですけど、塾とかじゃなかったのって、塾とかの帰りにコンビニに寄って本立ち読みしてるのかなと思ったよって言うんですよね。で他の子もその日一日だけじゃなくって何回かね駅前のコンビニで本立ち読みしてたよねっていうことを言うんですよ。してないしてないって、まずそんなとこ私行かないしって。もちろんね塾に通ってたのでコンビニに行くこともあったんですけれども、そのコンビニに行くって言っても、まあ、せいぜい夕方の7時ぐらいで、それも本の立ち読みとかはほとんどしないんですね。だいたい肉まん買って食べながら帰るっていうのが常だったんですよ。で私が塾に行った時は必ずいとこがね一緒についてきてましたのでね、私が一人でいるっていうことはありえないんですよね。絶対それは私じゃないけどなっていうことを言ってたんですね。みんな結構ね、いやあれはあんたやったよ、そっくりやったよっていうことをたびたび言われるっていうことが中学時代何回かありました。でその後高校時代入りましたらね、比較的そういうこともなくなったんですよね。次また今度は大学時代ですよ。大学時代にね、友達が急にね私のとこへつかつかっと来てね、何をあんたって言うんですよね。で、何怒ってんのって言ったら、いや私が挨拶してんのにあんた知らん顔して行ったやろって言ってめっちゃ怒ってるんですよ。で、いつのことって言ったら、今日やんかって、今日朝からすれ違ったからその時にこっちがおはようって挨拶してんのにあんた知らん顔して行ったやろ、なんなんあんたって言ってめっちゃ怒ってやるんですよね。おしの、じゃあ聞こえんかったんじゃないって言ったら、あの距離で聞こえんかったはずないよ、すれ違ったんやからって言うんですよね。私そんなすれ違って覚えないけどなって、どこらへんって言ったら、やっぱり、普段私がよく通るような場所なんですよね。わあ、でも通ってたかもしれへんけど、でも全然すれ違った記憶がないから、もしすれ違ってたらね、声かけてくれたら嬉しいから私もわーって喋ると思うし、私じゃないと思うんやけどなって言いながら、でも相手の顔見たらめっちゃ怒ってるので、ちょっとまずい、これは完全に怒らしたぞと思って、いやごめんっ
って私じゃないと思うけど、でももしねすれ違ってんのに私が気づいてないんやったらごめんって謝った覚えがあるんですよね。でですよ、またつい最近なんですけどね、近くのショッピングモールで私のこと見かけたっていう友達がいてるんですよね。だいたい私いつも似たようなところに車止めるんですけれども、で私の車ちょっとね特徴があるので、その車見てねいてるなと思って探してくれる友達とかもあるんですけれども、友達曰くそのショッピングモールでねエスカレーター登っていく私の姿が見えたらしいんですね。で慌ててね私の後を追ったらしいんですよ。声かけようと思って そしたらこっちもエスカレーター登っていったのに見当たらないって言うんですよね。でいつもあの場所に車止めてるはずやのに その近くに車がなかったし、いや見間違えたんかなと思って声かけたんやけどって言ってくれる友達がありました。いや私行ってないんですよ。若干今月私金欠なんですよね、まあ、先月娘が海外に語学研修行きましたよね。でそれの行かせるためにねコロナの陰性証明取ったりしないといけないんですね。それも英文のやつを取らないといけなかったりして、でそれを取りに大阪の方へ行くらしいんですけれども、その、まあ、電車賃往復2000円と陰性証明取るための1万5000円ほどかかるのと、でその他もろもろでね、やっぱり海外行ったらお小遣いとかも必要ですよね。だからそういうのもあったりしてめっちゃお金使ったんですね先月ね。やっぱり着替えとかも買ってやらないといけないですし、着替えだけじゃなくて服とか水着とかも買ってやらないといけないのでね、先月めっちゃお金使ったので買い物そのものを控えないといけないんで、なるべく外に出ないようにしようと思って引きこもってるんですよね。なのでそんなところに私が行ってるはずはないんですよ。いや おかしいなって、私行ってないよって、だからそっくりな人がおったんちゃうっていう話をしててはって気がついたんですよね。昔から、まあ、中学校時代から私が行ってない場所にね、まあ、普段はよく行くけれども確実に行ってないっていうところで私を見かけたっていうことが過去に何回かあったなっていうのを思い出しましてね、もしかしたらそっくりさんおるとか思ってるところなんですね。でよくこのドッペルゲンガーの話で聞くのはだんだんに近づいてきてるっていうのをねよく聞くんですよね。でだんだんに近づいてきてたらひょっとしたらね会ってしまうんじゃないかな、自分自身が自分のそっくりさんに会ってしまうんじゃないかなと思ってめっちゃ怖いじゃないですか。もしそれに会ってしまったら死んでしまうとか言われてますのでね、いやそれって怖いなと思って聞いてたんですけれど、今回のね自分のドッペルゲンガーの話に当てはめてみると、最初はうちの近くの四つ筋のところで母が私を見かけたと、2つ目は中学校の時のね同級生が私が駅前のコンビニで立ち読みしてるのを見かけた、まあ、立ち読みじゃなかったとしてもそのコンビニにいてるのを何回か見かけたっていうのを言われたと。で次高校時代がポンと飛んで大学時代に私とすれ違ったのに私が挨拶しなかったっていうのを言われたんですよね。でつい最近ショッピングモールで私がエスカレーター登っていくのを見かけたっていうのを言われたと。これひょっとして逆に離れていってる、距離的には自分が、まあ、寝起きしてる場所からはだんだん離れていってるんじゃないかなっていうような印象なんですね。まあ、離れていってる分にはいいのかと思ってるんですけれども、これ皆さんどう解釈されますか？うちの近所でっていうことなんですけれども、大学時代っていうのは大学の校内で私を見かけてるらしいんですね。ということは京都ですよ。っていうことは自分の家の近所っていうわけでもないんですよね。いやこれはどうなんだろうかなって。いや本当にドッペルゲンガーなのか、もしくは私が息量飛ばしてるのか、何でしょうね。どういうふうに解釈したらいいでしょうか。ちょっと不思議なねドッペルゲンガーのお話をしてみました。まあ、世の中にはね自分のそっくりさんが7人いるとか言うのかな、3人やったかな、なんか何人かいるっていうような話よく聞きますけれども、どうやら私のそっくりさんが
まあ、私にもいるみたいです。でもしね本当にそういうそっくりさんがいるんだったら一回会ってみたいなと思いますけれども、会ったら、ね、もしそれがそっくりさんじゃなくてドッペルゲンガーだったら怖いなとも思うので複雑な心境ですね。はい、最後までご視聴くださいましてありがとうございました。この動画が良かったらいいねボタン、チャンネル登録の方もポチッとよろしくお願いします。ではまた明日。